U タイムマジ勝てっから。どうもカラマです。今日は U タイムマジで勝てっからっていうテーマでお話ししていきたいと思います。この波に乗り遅れるな、はい、っていうことなんですけど、まあ、U タイムね、今お盆真っ只中で撮ってるわけですけど、まあ、お盆といえばね、知ってる方いるかもしれないですけど、結構ねパチンコ店回収時期なんですよね。うん、まあちなみに言うとお盆とゴールデンウィークと年末年始、これはもうずっと昔から、まあ、うち手にとって損です。お店はもう黙っても客が来るので、お客さんうちに行くともう回んない台ばっかりしかないです。だからもう勝てない時期とされてました。はい。ただ今年 U タイム誕生しました。なのでもうチャンスです。こんな厳しい時期でも勝てるチャンスがあるんです。まあこの放送されてる時はもうお盆終わっちゃってるかもしれないですけど、はい、もう救世主です。はい、そんな感じです。まず今日ね、今日の流れちょっと隠してますけど、 U タイム付きパチンコマジ勝てっからってことでね、まあ説明軽くして勝つポイント、これ全部教えていきたいなと思ってます。はい、まあまず説明ですね。 U タイム、まあこれ天井付きパチンコと思ってもらっていいんですけど、まあ天井付きってのが言っちゃいけないらしくて U タイムっていう言い方をしてるんですけど、で、ある既得定多数じゃないですね、ある特定回数に行くと当たるっていうのはダメなんですけど、時短がつくんですよね。うん、点差法がついて、まあ玉あまり減らずに、まあモモキンとか玉増やしちゃうんですけど、まあそういうのを除いて、ある特定回数行くと点差法がつきますよと、しかも結構多い時短がつきますよと、そういうのが U タイムになっています。はい、よろしいでしょうか。はい、でまあね、軽くちょっと説明していきますね。ちょっとまあ間違いないようにカンペ見させていただくんですけど、まあ例えばエウレカですね。エウレカだと599回転消化で時短が100回つきます。はい、でまあ電柱のね残放流っていうのを含め6回転含めると引き戻し率は約 40%。 はい、で花月だと500回転消化で約759回転電差法がつきます。残保留入れると引き戻し率は約 98%。 はい、で使用期限だと280回転、これ余れ字ですね、使用期限の余れ字、280回転消化で379回転つきます。こちらも引き戻し率はなんと 98% ですね。うん、すごい。でですね、これが、まあ、例えば使用期限で説明します。使用期限が、まあ、18回回る台を打ってると仮定して残り280回ですね、ほぼにもう全ての280回だと、ほぼっていうかもう全部か280回で天井行った時の期待値が、約400円ほどなんですよ。はい、ただまあ現実的には拾いやすいね。僕も何回も拾ってます。これが残り180回で拾いたとすると天井期待値はなんと1600円。まあこれ当から話ですよ。約1600円です。はい、でまあもしですよ、残り80回で天井到達しますよというなんて台を拾いたものならなんと約5000円になります。はい、もうこんなね5000円をね拾うなんて期待値普通の台で稼働してそうないですから。はい、こんな美味しい台を拾えるチャンスがあるのが U タイムなんです。はい、だからね、もう知識があるだけで相当勝ちやすくなるよということなんですよね。まあ単純に言えば、まあハマり台を打ちましょうよということになってくるんですけど、はい、そんな感じですね。はい、じゃあここでですね、 U タイムで勝つポイント、これ説明していきたいなと思います。一つずつ下に行って、まず一つ目、機種ごとに特性を理解しておくということです。はい、これどういうことかっていうとですね、はい、まあその台ですね、その機種が何回転で天井に到達するかと、これまず理解してください。これめちゃくちゃ大事なんで、ちょっと繰り返し見てほしいです。これ大事です、今話すこと。はい、何回転で天井に到達するのかっていうのをまず知っとくべきです。はい、で時短何回ついて引き戻し率はどれくらいあって、期待出玉はどれくらいあるのかっていうのも理解しといた方がいいです。これ2つ目ですね。はい、で、3つ目、データランプを見ての判別もこれできるようにしておく。これわかりますかね、データランプを見ての判別をできるようにしておく。これどういうことかっていうと、例えばですよ、金さんとかモモキュンっていうのはもうデータランプ見ればそこの
天井の数字から引けば、データランプの数字を引けばそのままなんですよ。例えばモモキュンで135波回りの台がありましたなと。で、500が到達地点なので、100からその規定回、今ハマってる回数を引けば、残り天井回数っていうのが分かります。うん。で、まあ、使用機人だと、左、まあ、朝一以外は、天井までの回転数が書いてあるので、それを見ただけで、残り何回で、天井到達するかっていうのが分かります。はい。で、リングは、一回当たってると、ST は含まないので、74を引かないといけないんですよ。うん。です。で、エウレカは、まあ、99% のが、単発なんですよね。まあ、1% はまず引かないだろうって想像してもらう、引かないだろうという予測を立てると、はい。単発で終わってたら、残り459回転で、天井だと。単発で終わってたのね、最後のあたりが。で、2年以上知ってたら、そこの今の回数から150を引くんですよ。ST150 なので。で、それが天井到達地点。はい。ちょっとややこしかったですかね。これ何回も見てちょっと覚えておいていただきたいんですけど、はい。こういう知識を覚えておくとかなり有利に立ち回れます。です。はい。だからね、覚えておくことがちょっと多いっちゃ多いんですけど、そんなに難しくはないので、台ごとに、はい、覚えておくべきです。はい、2つ目いきます。カツポイント2つ目。閉店時間を意識する。はい。これ、例えば、まあ、リングで、残り、まあ、300で天井到達しますよという台があったとしたら、それ、美味しいんですよね。美味しい。結構期待値高いです。ただ、それが、1時間前に見つけましたよと言うんだったら、取り切れないんですよね。取り切れないことが多いんですよね。だからそこまで別に美味しくなくなっちゃうんですよ、ぶっちゃけ。はい。だから、あ、残りいくつぐらいだっていうふうに思っても、それが見つけたのが閉店間際っていうのが結構多かったりするので、そこも考慮しないといけませんよというふうになっています。はい。3つ目、これ大事です。そこの店がラムクリをするどうかを把握しておく。はい。これどういうことかっていうと、ラムクリをしてない店だとしたら、前日はまった回転数からそのまま打てるんですよ。はい。例えば、モモキュンで前日350はまりましたという台があって、翌日行っても350から内部的にはわかんないんですけど、あと150行けば、天井到達しちゃうんですよ。うん。ぶっちゃけ僕それで、取れました。残り350ハマり前日の見て、打って、150で、あ、天井行ったみたいな。はい。これすぐには分かんないかもしれないですけど、この店がラムクリする店なのかどうかっていうのを、まあ、分かる時があるので、それを知っておくとかなり有利に立ち回れます。いろんな人から情報をもらったりとかして。はい。これ、ポイントですね。はい。4つ目。ちょっと切れちゃいましたけど、釘身の力を身につけて、だいたい何回回るか予想、ちょっと切れちゃいました。予想して、期待値を計算すると。はい。さっきの、まあ、使用金だと、まあ、18回この釘だったら回るなと。いうので、まあ、期待値の出し方があるんですけど、これややこしいので、まあ、どうしようかなっていう、僕の やり方なんですけど、LINE で、とあるサイトがあるんですよ。で、そこに回転数を、載せると、天井到達期待値ってのがパッと出るんですよね。だいたい何回転って載せると。これちょっとなんか SNS とかで発信しちゃいけないみたいなのが書いてあったので、ただ個人的には発信してもいいっていうふうに書いてあったので、まあこの僕の使ってる LINE のアプリ知りたい方はちょっと個別でご連絡いただければ教えます。はい。登録者数が5000人いたら教えないので、それまでにしてください。大変なんだね、返すのが。はい。で、最後いきます、最後。勝つポイント5個目。これ大事っす。こまめに見に行く。もうね、まあ知識あってもこれやらないとダメですね。はい。もうお盆とかはもう入れ替わりがすごいので、かなりいいっすね。はい。で、僕はぶっちゃけ、まあ同じ期待値があったとして、海、
打つか他の台打つかでだったら海を選ばなくなりました。はい、なんでかというと、まあ、北斗無双とか漆黒とか打ってるとスーパーレッジ、あ、もうこれ長えなと、あ、赤堀飛び込んできた、もうこれ時間かかるなっていうの分かるんですよね。漆黒打ってたらなんかタイマー来たなって、なもう長くなるなって分かるので、その瞬間もう U タイムを見に行くか、まあ、右打ちランプを見に行くか、旋風格言を見に行くかっていうのをいつもしてるので、はい、だからもうこまめに見に行くことですね。はい、これが大事です。はい、まあこれもね全部赤裸々に話しちゃいますけど、正直白銀とか打ってて当たったらもうすぐやめます。はい、ほぼもうほぼ一律の釘ですから今の時代。はい、で一番ハマってる台に移動します。はい、もうまあまあぶっちゃけですよ、これがぶっちゃけ、これが正直いい一番今現存の立ち回りだというふうに思ってます。はい、そんな感じで、まあ U タイム付きパチンコ、まあ熱いっすね、熱いっす、結構勝てる可能性が出てきたということで、今回このお話をさせていただきました。はい、そんな感じで、なんかコメントいただければご質問をお答えしますし、はい、感想をいただければなと思います。はい、じゃあ以上です。バイバイ。